夏祭りの熱気を全身で感じながら頬張るかき氷、口の中でスッと溶ける甘さと冷たさ、シャイニー、これこそまさに夏の味ね。だけどこのかき氷を食べた後に襲いかかってくる頭痛はノーシャイニー、うーん痛い。え、この飲み物を私に？ありがとう。まあなんだか楽になったみたい。この気温だと常温の飲み物もホットの飲み物のように感じるわね。でもおかげで助かったわ、ありがとう。これってアイスクリーム頭痛っていうのよね。冷たいものを一気に食べると間違えて痛みと感じてしまう、だったかしら。とはいえ溶けた後のかき氷なんてただの甘い水、やっぱり氷のうちに食べてしまわないと意味がないものね。だけどここのお祭りで売ってるかき氷ってどこも少し量が多いから、いつも食べきるまでに頭痛がしちゃって苦労しちゃうの。そういえばあなたが手に持ってる焼きそばも美味しそうね。うん、いいこと思いついちゃった。一人だと多いなら二人で食べちゃえばいいのよ。あなたとこれを半分こすれば溶けないうちに食べられるでしょね。いいアイディアでしょ。っていうわけで、はい、こうか。他の食べ物も半分ずつにしてたくさん楽しみましょうね。